しょうということで、1番山頂の天守彦にゃんと同じとこに住んでいた、2番山麓の表御殿、3番元久楽楽園。うわ難しい問題、彦にゃん知ってる？何番知ってんの？1番かな。1番天守に住んでたの？2番かな。2番かな。あ、ふっくらふっくら、ひこにゃん2番鳴らしてるね。3番かな。違う、違うの、本当？じゃあ答え見てみよう。2か3だと思うんだけど、あ、やっぱり答えは2番の表御殿に住んでいました。ひこにゃん正解だ。江戸時代のお殿様は山麓の表御殿に住んでいました、うん、今の彦根城博物館はその表御殿を復元したところです。あ、そうなんですね。博物館の裏というかね、離れたところに木造塔が建っているんですけども、はい、そこはきれいに復元してありますし、博物館自体も形とかはね、その当時の御殿のまましたものない、そういう気持ちで博物館行ってもらうのもいいかなと思います、うん、はい。ちなみにね、江戸時代のお殿様、天守には人生で一度しか登っていないんですよね。初めて江戸から彦根に来た時に登って天守の上からずっと見渡すんですよね、うん、はい、江戸の方向と京都の方向、それから自分が彦根藩の範囲をずっと見渡して、はい、ああ俺はこれからしっかり治めなくちゃいけないと、まさにそういう決意、そういう決意のする場所だから、みんなそれを見て、あ、今日仕事頑張ろうと。なるほど、そういう思いになってくると、みんなのね、思いが結集したのがこの彦根城の天守で、だからみんなのアイドルが住んでもいい場所なんですよね。なるほどな。だから彦根城は住むことが許されてるということになってきます。なるほど、勉強になりました。はい、そういうことでね、クイズはこれまでになるかな、ね、皆さんはいくつ正解してくれたかなと思うんですけども、はい、これからもひこにゃんと一緒にね、世界遺産の応援をしてほしいと思いますし、うん、さっきも言ったことにね、本当に簡単なことから一つずつやっていっていい街を作っていったらいいなと思いますし、はい、また一つずつちょっとずつね、滋賀県のこと、うん、近江鉄道の沿線のことを勉強していってね、はい、一つずつみんなに紹介できるものをね、自分たちで知っていけたらいいかなと思っております。はい、絶対近い将来にひこにゃんの住んでる場所を世界遺産にしますので、皆さんもご声援よろしくお願いします。はい、細川さん、そしてひこにゃん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ひこにゃんもありがとうね。かわいいな、ひこにゃん、ゆっくり帰ってくださいね。写真を皆さんね、撮り納めどんどんしてくださいね。細川さん、ありがとうございます。ありがとうございました。大きな拍手お願いします。もう、彦根城のこととかね、あと古都とか湖北地方のこともよく分かったしね、はい、また近江鉄道乗ってもらってね、あちこち行ってもらえたらなと思いますので。そうですね、はい、ね、魅力あふれる場所がいっぱい近江鉄道の沿線にはございます。